はい、年末ってことで、表彰シリーズですね。で、今年は、まあ、弁達屋で、まあ、依頼が来て、で、まあ、アンテナ伸びてる人なら知ってると思うんですけども、YouTube 好きで、その衝撃映像系の、神奈川に黒倉川っていうのがあって、それと水難事故があったんですけども、1999年に。まあ、それ見てもらえばわかるんだけども、これで、家族がね、まあ、この事故っていうのは、再三、まあ、まあ、雨が降って、で、まあ、川が氾濫するってことで、まあ、そのき、あのー、そこの住人の人とか、まあ、警察とか、まあ、危ないから避難してくださいって言ったにもかかわらず、再三言ったにもかかわらず、それをシカとして、で、結局、なんか水難事故にあったんだけども、鉄砲水で、で、助かったんだけども、その救助隊とかに抱きついたりとか、その近所の人の差し入れのおにぎりを、まあ、叩きつけたりだとか、まあ、いろいろ、まあ、ドキュンの限りを尽くしたっていう、まあ、有名な、まあ、動画なんだけども、まあ、ネットで調べれば出てくるんだけども、リーダー格みたいな人がいて、その人のその会社で、まあ、戸塚、横浜の戸塚で、で、今でも働いてるから、まあ、そこに行って、まあ、今世紀最大のコロナ野郎、限りなくコロナに近い、まあ、ウイルス野郎ってことで、最低最悪の人間だってことで、を表彰してくれっていうふうに、まあ、弁達屋で依頼が来て、で、行ってきましたね。で、まあ、行く途中に、まあ、新宿の、えっと、お、新宿の えっと、あれ、おたき橋、通りに、おにぎり、安いおにぎり屋があるので、安いっていうか、結構でっかいおにぎりで、美味しくて、で、100円のおにぎりが売ってるところなんだけど、ここおすすめですよ、100円で結構でかいおにぎりで、おたき橋通りに。二郎のちょっと先、ちょっと100メートルぐらい先の交差点の近く、居酒屋みたいな感じの、そこのおにぎりがね、結構ね、美味しいんですよ。これ買ってて、で、それ副賞で買ってて、で、まあ、表彰して、で、まあ、副賞のおにぎりと、その副賞のドーンをしてきてくれって言われたんで、まあ、行ってきました。はい。こちらの会社に、って働いてらっしゃいます？働いてらっしゃいます。おはようございます。働いてらっしゃいます。どうかされまし速た？達なんですけども、速達ですか？はい。本お人、取りしましょう。ご本人さんじごゃない本人じと。ゃないとまずいですか？そんな速達ですか？速達っていうか、言葉の配達屋さんって言って、言葉を伝えるっていう仕事なんですけども。言葉の配達屋さんなんですか？じゃあ、坂道上がってきたところに青い重機に乗ってますので。すいません。あそこに重機。あ、それ。あ、お仕事中すいません。言葉の配達屋と申しまして、今ちょっとお時間大丈夫ですか？お仕事中ですか？あ、状況だ。ダメです。仕事中。あ、仕事中ですか？僕は依頼されてきたんですけども、今世紀最大の、コロナ野郎、今世紀最大のコロナ野郎を決めるということで、選ばれたということで、表彰に来たんですけども、何をやったんですか？多分黒倉川の水難事故で、あの件で、多分インターネットで、多分見てる人が、多分こいつがもう、ちょっとすみませんね、で、今世紀最大の、最低な人間ってことで、それを表彰してくれって言われて、僕、ちょっと表彰に来たんですよ。いいよ、じゃあ。お金出てるんですよ。トロフィーと、裏がちょっお金出てるので、あとおにぎり、もしよかったら、昼ご飯食べました？いらないいらない。一応おにぎり、事件でおにぎりたたきつけてましたよね。水難事故で救助されてからおにぎりたたきつけてたじゃないですか。なんかネット、インターネットでなんか救助された後に、なんか救助隊の人に悪態ついたりとか、おにぎりまずいって言ってたたきつけたとか書いてあったんです。俺じゃないし。加藤ですよね。助けられた方ですよね。なんかすごい結構書かれてて、いや、もう全然そんなネットなんかじ見ゃあてない嘘、から。
や実際とは違うんですか。全然違うよ、みんな言ってること全部、まあ、全部デマ。だからテントを、人の命を心配しないでテントを、テントがあったらかあの戻返してくれって言ったとか、そうでもないんですか。全然もうそんなのないよ、なんて。あ、ほん言ってる場合じゃないじゃん、だって。あ、本当ですか。じゃあ誰かがもういたずらで、みんなネットして、それどころじゃないですよね。そんところじゃないよ。あの一応でもあの地域クーポン1000円分だけ出てるので、いらないですか。本当ですか。あ、じゃあ、 あの娘さんお元気ですか。お元気ですか。関係ないですか。本当だ。じゃあまあお大事にしてください。すいません。でまあ、こんな感じで、まあ、本人に否定されちゃったので、それ以上は追及できなかったですね。あの弁達屋の規則第1条、基本的には中立な立場に立って、で相手が否定した場合は、それを尊重すると。ブログなんかでも、まあ、一応その書かれて、いろいろ書かれちゃってるけども、でもそれは誰がそれを聞いたのかっていうのはちょっと不明瞭だし、確かにそのテレビカメラとかでその文句言ってるシーン、救助隊に助けられた時に文句言ってるリーダーが、文句さっきの人がね、うん、文句言ってるシーンはあるんだけども、うん、でもそこまでそれの他の部分とかおにぎりとの話とか、その具体的にその地元の人に なんか文句を言ったとか、うん、それはそのソースがやっぱり不明瞭だし、で特に引っかかったのが、まあ、僕は神奈川県民だから分かるんだけども、確かに横浜の人はあのちょっとプライド高いというか、ちょっと県の他の地域に住んでる人を見下してる部分はあるものの、横浜なんでもただの山なんだけども、いかに横浜がいかに、まあ、田舎、実は田舎ってことも自覚してるのが、まあ、横浜、浜っ子なんだよね。だから、うん、で横浜に住んでる人がその神奈川の他の部分を田舎っていう言い方をするかなと思って、なんかブログにあったんですよ、その事故の時にその地元の人に対して、地元の人がその避難した方がいいよって言ってた時に、その時にそのグループの人たちが、そのリーダーのグループの人たちが、田舎の人はその人のプライベートを邪魔するのねみたいなことを言ったとか書いてあったんだけども、うん、他のその山北町、丹沢とか、そのじゃあ例えば箱根だとか、じゃあ秦野市とか伊勢原とか、そういう他のところに住んでる、まあ県の他の地域を田舎者とは言わないんでね、茨城に住んでる人を田舎者って言うかもしれないけども、神奈川の他の県央地域とか、その西の方の丹沢の地域とか、そういうところに住んでる人を田舎者ってあんまり言わないような気がするんだよね。そこが引っかかったんだよな。うん、あともやっぱり直接喋ってて、あの溶接焼けしてるおっちゃんが、で一生懸命働いてるあのおっちゃんが嘘ついてるようには見えなかったんだよね。ってことで、まあ、今回はそのノードーンでフィニッシュってことで申し訳ないですけども、うん、だからこんな感じで絶対にドーニングできるとは限らないので、うん、あんまり期待せずに、まあ、まあその依頼料も大したあれじゃないですけどね、まあ、これでもいいっていう人はまあ DM カモンってことでよろしくお願いしますと。というように、あなたに代わって言いにくいことを直接伝える、それが弁達屋です。もちろん合法な手段で紳士的かつ論理的に伝えます。脅迫などはしません。また基本的には対象者のみに直接伝えますので、公然性はなく
侮辱罪や名誉毀損にもなり得ません。伝言シーンの動画を作業報告として YouTube に投稿しますので、このチャンネルにてご確認ください。合法的復讐屋の一面はあるものの、対人トラブルではない弁達屋の利用も可能です。例えば代理告白、身内や知人の生存確認、応援、断りの連絡、というようにさまざまな活用ができます。ぜひあなた独自の弁達屋の利用方法を編み出してください。